今日は恋愛関係を長続きさせるための5つの戦略についてお話しします。恋愛において一番難しいのは、最初の熱が冷めた後どうやって関係を維持していくかですよね。実は長く続くカップルには共通する特徴や行動パターンがあります。これを理解して日々のコミュニケーションに生かすだけで関係をぐっと深めることができるんです。早速一つずつ見ていきましょう。まず一つ目の戦略は、小さな感謝を忘れないということです。恋愛初期には自然とお互いに感謝を伝えることが多いですよね。ありがとうとか助かったよといった言葉を頻繁に使います。しかし時間が経つにつれて、これらの感謝の気持ちが薄れてしまうことが多いんです。例えば相手があなたのために家事をしてくれたり、食事を作ってくれた時、ありがとうというのを忘れがちになっていませんか。そんな小さなことでも感謝を伝えると、相手は自分の行動が認められていると感じ、満足感を得るんです。実際心理学者の研究によると、カップルがお互いに感謝を伝え合う頻度が高いほど、その関係は長続きしやすいという結果が出ています。感謝の気持ちは相手に対するリスペクトや愛情の表れでもあります。だから些細なことでもありがとうと伝えることを忘れないようにしましょう。二つ目の戦略は、相手の趣味や興味を共有することです。人は自分の好きなことを他の人と共有することで親近感を感じるようになります。例えばあなたのパートナーが映画や音楽が好きなら、そのジャンルに少し興味を持ってみるだけで相手との会話が広がります。相手がハマっている映画を一緒に見たり、好きなアーティストのライブに行ってみることで二人の時間がより充実したものになりますよね。こうした共通の時間を作ることが二人の絆を深めるきっかけになるんです。心理学の研究によれば、カップルが共通の趣味や活動を持つと恋愛満足度が大幅に向上することが分かっています。共通の経験を積むことで、この人とは価値観が合うと感じやすくなるんです。三つ目の戦略は、相手を批判する代わりに理解することです。長く一緒にいると、どうしても相手の欠点や短所が目につきやすくなりますよね。ですがその欠点を指摘してしまうと、相手は防御的になり関係が悪化することが多いんです。例えば相手が忙しくて約束を忘れてしまった時に、なんで忘れたのと責めるのではなく、最近忙しそうだったけど大丈夫と相手を気遣う言葉をかけることで、相手は理解されていると感じ安心感を覚えます。ある心理学の研究では、カップルが相手を批判する代わりに理解を示す態度を取ると、関係の満足度が大幅に向上することが確認されています。これは相手に対する共感や理解が信頼関係を築く上で重要な役割を果たすからです。4つ目の戦略は、2人だけの特別な時間を作ることです。忙しい毎日の中でついついパートナーとの時間を後回しにしてしまうことってありますよね。でも2人だけの時間を意識的に作ることで関係の質を高めることができます。例えば週に一度は必ず一緒に食事をする時間を設けるとか、月に一度はデートをするなど、二人だけの時間を確保することが大切です。こうした習慣を続けることで相手との距離を縮めることができます。スタンフォード大学の研究によると、カップルが定期的に特別な時間を過ごすと、関係の満足度や絆が強化されることが確認されています。忙しい日常の中でこうした時間を意識的に作ることは、関係を長続きさせる大きなポイントです。最後の戦略は、ポジティブなコミュニケーションを心がけることです。コミュニケーションは恋愛関係の基盤となるものです。ポジティブな言葉を使ったり、相手を褒めたりすることで関係の雰囲気を良くすることができます。例えば相手が新しい髪型をしてきた時に、その髪型すごく似合ってるねと褒めるだけで相手は嬉しい気持ちになります。また何か困ったことがあった時にも、大丈夫だよ、君ならきっと乗り越えられると励ましの言葉をかけると、相手はあなたに対する信頼感や愛情を感じます。心理学者ジョン・ゴットマンの研究によると、ポジティブなコミュニケーションが多いカップルは長期的な関係を維持する傾向があることが明らかになっています。逆にネガティブな言葉が多いカップルは関係の満足度が低くなる傾向があります。今日も紹介した5つの戦略、小さな感謝を忘れない、相手の趣味や興味を共有する、相手を批判する代わりに理解する、2人だけの特別な時間を作る、ポジティブなコミュニケーションを心がける、これらを意識的に実践するだけで、あなたの恋愛関係はより深く長続きするものになります。もちろん全てを完璧にこなす必要はありません。まずは一つずつ日常の中で取り入れてみてください。そうすることで自然と関係が良くなっていくはずです。ぜひ今日から取り入れてみてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。他にも恋愛に関するアドバイスや心理テクニックが知りたいという方は、ぜひコメントでリクエストしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。